本日は昨年8月に新しくデザインの方が一新しましたキッチン最上級グレードレミューの変わった特徴についてご紹介していこうと思います。一番のこの目玉としてはキッチンのこのデザイン部分というのが大きく一新しました。今までの宝のホーローのイメージですとツヤ感のある単色のイメージでデザイン部分である意味宝としてもあまり強みとして押し出していけなかった部分になるんですけれども、新たに新色を11色採用しまして、こういった木目調でかつホーロー素材というようなデザインを採用できるようになりました。触り心地も非常にマットな感触となっておりまして、今まで出すことができなかった柄というのをホーローの素材でも採用できるようになりましたので、ある意味宝らしくないデザインというのが可能となりました。デザインの他にもですね、変わった点いくつかありまして、例えばこちらのカジラクシンク、こちらもキッチンのシンクの中では非常に人気のタイプとなるんですけれども、カジラクシンクの特徴がですね、こういったシンクの中で調理をすることができるのが特徴の一つとなっております。野菜のカスの残飯ですとか、このシンク内でそういった汚れやすい作業っていうのを完結することができます。出た残飯などは生ゴミの受けがありますので、このままさっと流して捨てていただくことができます。またですね、専用のまな板の他にこういった水切りプレートですね、専用のものがありますので、例えばパスタの湯切りですとか、シンクやっぱり雑菌が多く繁殖しておりますので、湯切りをした際に水が飛び散って衛生的にも良くない部分にはなるんですけれども、そういった湯切りなどもこういったプレートを使って少し上の部分で作業することができますので、衛生面にも非常に特化した部分となっております。汚れやすい作業っていうのもこのシンク内でできますんで、例えば揚げ物の揚げる前の過程の調理ですとか、そういった汚れる作業っていうのもここでできるっていうのはすごく主婦層に喜ばれる部分の一つとなっております。あとはここで調理ができるので、こっちの部分をスペースとして開けることができますので、ここで配膳の作業もできますし、2人で分けて調理作業することができるのもこのカジラクシンクの利点となっております。そしてそのカジラクシンクもこのレミューのバージョンアップに伴って、今まで3段だった構造の部分が2段になりまして、溝の部分があるとどうしても底の部分の掃除っていうのも大変になりますので、そこのお手入れの部分をすごく楽にできるようになりました。また少し傾斜をつけましたので、先ほど説明した残飯処理っていうのもすごくしやすいような構造となっております。続きまして食洗機の部分になるんですけれども、シンク下に食洗機を入れることができます。シンク下の部分に食洗機を入れますと導線が短く済みますので、洗ったお皿ですね、水洗いせずにさっと入れることができるのも特徴の一つとなっております。そんな中でこういった普通の食洗機以外にも、こちらのレミューですと海外メーカーさんのボッシュさんの食洗機を入れられるようになりました。ですから今まで入れられなかった大容量のお皿っていうのも入れられるようになりましたので、非常に大家族の方々におすすめの食洗機となっております。またこの扉の部分の新色だけではなくてですね、こういったスリットの中も黒のキャビネットっていうのを採用しまして、非常に木目の柄と相性のいいデザインとなっております。またこういったスリットの下にはこのようにダウンライトを新しく採用しまして、非常にこの木目の柄と黒のキャビネットとの相性っていうのも非常に抜群なデザインとなっております。またこちら人造大理石の天板を使っているんですけれども、厚さが約12ミリの薄型のワークトップを新しく採用しまして、こちらのワークトップの厚さは各メーカーの中で最も薄いデザインのものとなっております。もちろん耐久性能もありますし、薄型になっておりますのでインテリアともマッチのしやすいようなデザインにもなっております。まあ、あとは機能性の部分も充実しまして、まあ、今までつけることができなかったダイニング側のコンセントですねっていうのも全シリーズで対応できるようになりまして、今まで他社メーカーさんでできて宝でできなかったことっていうのが非常に多くできるようになりましたので、キッチン以外の部分でもですね、ぜひ一度ショールームにお越しいただいて宝スタンダードの変わった点を見ていただけますと幸いです。